ったか。毎日毎日飽きもせず。ん？何これ？おお！自由研究だ！ちゃんとやってたんだ！偉い偉い！どれどれ何の研究したのかな？ん？観察日記か！いいね！朝顔の観察かな？それとも雑草かな？お母さんの感情観察日記！いや、なーに観察してんの？お母さん？どういうこと？一日目、今日はずっとイライラしてた。やめて！恥ずかしいんだけど！まさかこれ学校に提出する気？おそらく原因は夏の暑さか。僕がエアコン壊したことか。絶対あっただよ！てかどっちも誠が原因じゃん！感情の割合としては、イライラ8割、2割悲しみ。息子の将来を嘆いてたの？エアコンにそうめんぶちまけるから！本当に何この自由研究？いい加減なこと書き上がって。二日目、今日もずっとイライラ。おそらく原因は、自分でトイレ詰まらせたこと。いや、これはそう！昨日食べ過ぎたわーとブツクサ言いながら掃除してた。この情報いる？細かく書きすぎ。感情の割合はイライラ8割、ブツクサ2割。ブツクサは感情じゃないだろ。語呂感だけで書くな。3日目、今日もイライラ。私イライラしすぎじゃない？この自由研究を通して自分を客観視できたわ。ありがとう。原因は不明。僕は疑問に思いながらも黙々と今朝開けた壁の穴を埋める。それそれそれ、原因それ。あんたが壁叩いて穴開けたやつ。4日目、今日はニッコニコ。お、なんかこの日いいことあったっけ？僕がこっそり残したホタテを握りしめてニッコニコ。これめっちゃ切れてるわ。怒りのボルテージマックスだわ。5日目、今日は泣いている。なんかあったっけ？まあどうせ誠のことだろうけど。理由はおそらく僕が自主的に宿題をしてたから。そうだ、感動して泣いたんだ。そんなことあったわ。あれは嬉しかったな。まさかやってるふりとは疑いもせず。なんだと？感動返せ、涙を返せ。ちょろい、やめとんか。感情の割合は激チョロ10割。あんたの感情じゃん。てか感情でもないだろ。本当になんだこの自由研究。誠が帰ってきたら問いただそう。お、噂をすれば。家電め。あれ、お母さん何見てるの？あんたの自由研究だよ。なんなのこれ。こんなの絶対学校に提出しないでよ。ああ、大丈夫、しないよ。これは市のコンクールに応募するやつだから。いや、もっとやべ。チャンネル登録よろしく。市のコンクール？何それ。アトリ市のコンクールだよ。優勝したら作品が図書館に飾られるんだ。5年間。いや、長すぎない？普通1ヶ月くらいじゃない？そんな大層なコンクールなの？あと新聞にも載る。恐ろしいな。プロ歴史製造コンクール。あとテレビ。乗りすぎだろ。どんだけ持ち上げんの？そんなの絶対応募しちゃダメだから。優勝商品は金券50万円分。それなら話は別ね。応募しなさい。ちなみにどこで使える金券？アトリ市内の駄菓子屋。買えるか。どうやったら駄菓子屋で50万円も使えるの？うまい棒何万本買えるの？有効期限は1ヶ月。短い。自由研究の展示期間5年なのに優勝商品は1ヶ月？バランスおかしいな。すごく魅力的でしょ？全然。逆にどこに魅力感じたの？教えて。図書館の展示。アトリ市民のみんなにもお母さんのこと知ってもらいたいから。なんで？何目的？お母さんに有名人になってほしい。悪名が広まるね。お母さんもうアトリ市内歩けなくなるよ。てか、なんで自由研究こんな内容にしたの？もっとまともな題材あったでしょ？いやー、本当は迷ったんだよね。お母さんの観察にするか、宿題をやらない自分の観察にするか。それはそれで興味ある。ちょっと面白そうなのが腹立つ。まあとにかくこれはダメだから、お母さんが預かります。うん、いいよ。それ自分用に複製したやつだから。え、じゃあ原本は？提出用のものはどこにあるの？さっき市役所に提出してきた。いや、もう手遅れだった。頼む、優勝するな。暴いて探偵、私の心を操る怪盗を捕まえてこ